しちゃって花に目覚め売り柄は舐めとけ読める猫出しに見せされちょちあむろい売り柄気負いまなくきっと見てのち男子ぬんさらば君へてよなんさら死ぬ僕さら箱一よ男子ぬんさらば君へてよなんさら死ぬ僕さら箱一よ死ぬさらば君へてよなんさら自分どくさら箱一よ死ぬさらば君へてよなんさら自分どくさら箱一よSea-Funabashiの皆様こんにちは。お元気ですか？もう強風と雨の降るはずがね、こんな穏やかな、まあ太陽が出てきてね、空が晴れて心も晴れるや。雨が降ったらね、アーメン。でもなぜそれがアーメンなのか。神は私たちに一番いいことをしてくれる。そして神は良いお方なんだ。罪を犯すとね、神を恐れるようになります。そうですよね。何かやましいことがあるとね、警察官が怖いですよね。あの24時間のあの警察のあの逮捕劇のテレビ番組を見てるとね、次から次に車を止める。そうすると覚醒剤が出てくる。まあそうするとね、必ずねそれを抵抗したり逃げたりするわけですよね。何も悪いことしていない、やましくなければね、神に、あ、警察に対して何か嫌な感情を持つ必要もないように、私たち罪が許されたならば、神に対して私たちは神を恐れたりね、嫌がったりする必要はない。神と和らいで和解して心に平安を持ちなさいと聖書は語ります。本日皆様にその神の愛、イエスの愛があなたのハートに届きますように心から祈っています。あなたは愛されている。私も愛されている。私たちは家族なんだ。なぜならば神によって作られた私たち一人一人だから。私たちはみんな一つの家族、一つの方から作られた。同じお父さんお母さんから生まれた、まあそれ兄弟だとかね、家族って言いますよね。それと同じように神によって、一人の神によって作られた私たちは家族です。神の愛、イエス・キリストの愛をあなたにお届けいたします。神はその一人をくださったほどに西船橋のあなたを愛しています。広い海に思う小さく弱い私の姿、神の目に映らなくても仕方ないものなのに、波の輝きに目を伏せる汚れ切った私の姿、神に捨て去られても何も言
ベストセラーザ・バイブル聖書はこう語ります。神はその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。第一番目、神とは誰でしょうか。私たち人間を作られた創造者です。2番目、しかしその私たちは神から作られたのにそれを知らない原因は先祖アダムとイブが神を捨てたのです。結果として私たちもその子孫、神から離れてこの地上に生まれてきた。つまり私たちは生まれながらに罪人です。それは悪いことをしたというその以前の問題、神から切れている、永遠の命くださる神から切れていることによって人は死ぬ。そして人は様々な不幸や悲しみを経験する。今日イエス・キリストは私たちを救うために、あなたを救うためにこの地上に来られた。西船橋のこの駅でもしイエス・キリストを信じるならあなたは救われる。神はその日
愛しています。その愛を受け取ってくれてありがとうございます。一緒に天国に行きましょう。イエス・キリストは私たちの救い主、十字架にかかり死んで墓に葬られ3日目によみがえられました。このキリストが私たちを幸せにし救ってくれるのです。船橋の皆さん、こんにちは。2024年前この地上に生まれたイエス・キリストはあなたを救うために十字架にかかって死なれました。イエス・キリストを信じたら誰でも救われます。幸せになります。永遠の命を受けることができる。その命をぜひ今日西船で出会ったあなたに受け取ってもらいたい。イエス様、あなたを愛しています。皆さんの笑顔もとびきり素敵です。
そんな皆さんの笑顔を見ることができる。神は雨を降らせるとともに太陽を昇らせ、私たちが必要な全てのものを与えてくださるお方です。私たちを愛しておられる、大切に思っておられるイエス・キリストと出会って永遠の命を一緒に受け取ってください。愛しておられる神の一人子イエス・キリスト、このお方が私たちをどんな罪からも死からも病気からも救ってくださるお方です。我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は我らの勝利、我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう。主は頼れるお方、イエスは主、イエス、イエスは主、イエス。この賛美持って褒めたたえよう。イエスはもうイエス、イエスはもうイエス。この賛美持って褒めたたえよう。私の心と魂が疲れて傷ついても静かにあなたを待ちます。ここに来てくださるまで主よそばにいてください。私は強くなれる。嵐の海も歩き主により強くなれる。強くなれる。
本日約2時間ストリートライブ街頭演説をさせていただきました。今日これをもちまして最後に一言申し上げたいと思います。世界のベストセラーザ・バイブル聖書はこう語ります。神様はいるよ、でも目に見えない、目に見えない神が目に見える人間の姿になってこられた。それはイエス・キリストだ。人となった神イエス・キリストは私たちと神をもう一度つなぎ和解させるために、永遠の命くださるために、キリストは十字架で死なれ、墓に葬られ、3日目によみがえりました。今日もしあなたがイエス・キリストを信じるなら必ず救われます。お約束します。イエス様を信じてください。救われます。今日あなたにこのことを心からお勧めして、本日のこの街頭活動を終了したいと思います。イエス様を信じて一緒に天国に行きましょう。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ、存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。イエス様があなた愛してます。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けて、君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。イエス様を信じたら救われます。今日皆さんにこの言葉を持って今日の街頭活動終了いたします。どうもありがとうございました。